今日の啓発動画なんですけども、エセ童話をやろうということなんですけど、まず大前提として誤解のないように言っとくと、犯罪をしろっていうことじゃないですからね。犯罪にならない範囲のエセ童話、こういうのをね、マイルドエセ童話と呼びたいんですけども、そういうことをやろうということなんですね。まあ、エセ童話が何なのかっていう定義が結構いい加減なんですけども、まあ、ここではね、そのブラック問題の解消とかそんなのどうでもよくて、とにかく何かしら利益を得るために、その童話というものを名乗るということをエセ童話というふうに言うことにしましょう。で、エセ童話というのはね、ぶっちゃけ得なんですよ。ブラック解放同盟とか、あの関係の団体とか、あと全日本童話会、自由童話会あたりには、不動産屋とかね、あとは土建屋さんなんかがよく入ってたりするんですけども、そういう商売ってね、結構役所との絡みが多いんですね。で、まあ、あとあらゆる業種に共通するのはやっぱ税金関係ですよね。で、世の中にはやっぱグレーな部分ってあります。特に役所の許認可とかその辺が関わる部分、あと税金、何が経費なのか、何が経費でないのか、あとはこういう都市開発なんかでね、開発行為なんかの許認可なんかは、やっぱり役所の裁量というものが関わってきますし、あと、公共事業の受注なんかもね、必ずしも競争入札とは限らないわけですよ。で、そういうところで、この童話という看板というのがね、役に立つんですよね。まあ、昨今ね、もうあからさまに犯罪をするようなエセ童話っていうのは、どんどん捕まってます。それは解放同盟に限らず、全日本童話会とか、そう、童話会系なんかもね。それはね、この神奈川県人権啓発センターの功績はね、多いと自負してます。多分ね、警察とかね、あの辺の関係もね、このチャンネル見てるんで、それでもう、その童話だろうとね、容赦なくあげるという、まあ、そういうノウハウもね、うちのチャンネルから多分得てると思うので、まあ、もう犯罪をしようなんてふうには、ね、思わない方がいいです。ただですね、やっぱりね、このグレーな部分、グレーなものを白くする効果があるんですよ、この童話というには。やっぱりね、その童話会とか、まあ、そういう系統の人とやっぱり話すると、やっぱ童話っていうのを掲げると強いと。生活保護なんかでもね、まあ、あと助成金関係でも、やっぱ童話っていう看板を掲げて、この人権関係の部署にまず行って、そこから通してもらうと、そのグレーなものが白くなりやすいということがあるんですね。だから、その特にまあ会社経営してる人なんかは、童話の看板を掲げると、まあ、そういうのも広い意味でのエセ童話なのかもしれないですけども、まあマイルドエセ童話ですね。だからね、皆さんね、ぜひマイルドエセ童話をやったらいいと思うんですよ。もうメリットしかないです、それは。その特に自営業やってる人なんかは、まあ自営業やってる人はね、よくわかると思います、私の言ってることが。やっぱり役人がどうしようかなって迷うところで、その童話っていう意向が出てくるんですよ。だから、なんかちょっとね、不利なことをやったら、ややこしいことになるんじゃないかっていうことで、役所がね、こう、配慮してくれるんですね。ただ、これね、みんなにやろうって言ってね、言うとね、みんながやり出すから、そういうの効果なくなるんじゃないかって思うんだけど、まあ、このチャンネルで呼びかけたってね、そんな影響力なんか知れてるんで、そんな、増えて増えて希少価値が減るみたいなことは多分ないと思うし、でも、まあ、大抵の人は恥ずかしくてやんないから、そのみっともなくて、そのドアなんて看板かけるの。でも、そこでね、恥知らずというか、その恥を捨ててですね、ドアっていう看板を掲げると、やっぱりね、多少は有利になる。まあ、もちろん犯罪とかね、これもう絶対ダメとか、完全に黒なことが白くなるわけじゃないですよ。まあ、完全に黒なことが白になることもあるかもしれないけど、それをやっちゃうと捕まるんでね、今だと。だからそういうことはお勧めしないんだけども、まあ、グレーの部分を白くするっていうことで、この童話っていうのは効果があるんじゃないかと思います。まあ、実際ね、その、まあ、脱税なんかの時点でも、昔はね、この在日系の団体っていうのがやっぱり威力があったんですけども、やっぱり拉致問題でね、かなり在日タブーっていうのは崩れてしまったので、ただ、まあ、童話タブーっていうのはまだまだ健在なので、この童話っていうのを掲げると、やっぱりグレーなものが白になりやすい。税金とかね、そういう関係で、この役人の裁量が関わる部分が、ちょっとね、有利になるっていうのは、これは事実としてあるんですよ。だからね、皆さんね、まあ、適当にね、童話っていう、まあ、社団法人とか作るの簡単なんで、まあ、童話じゃなくてもいいんですよ、人権とかでもね。弁護士なんか言ってたんですけども、そのエセ童話なんかのセミナーで、童話っていうのも協力だし、あとは環境とかね、消費者保護とか、あと動物愛護、
あとは個人情報保護、まあ、そのあたりっていうのもやっぱり金脈らしいんですよ。まあ、弁護士はね、そのあたりがやっぱり役所として困るっていうふうに言うんでね、うん、だからそれはやっぱ事実なんでしょう、うん、そういうものを掲げるとやっぱり役人に対してプレッシャーが与えられると。だからね、自営業やってる人はぜひね、このマイルドエセ童話をやるっていうのをぜひ検討された方がいいのではないかと思います。ということで今日の啓発動画でした。